大阪都への参加について3点お聞きいたします。1点目は検討状況についてであります。4月15日付毎日新聞朝刊によると、泉市長は大阪市の橋本市長が公約する大阪都が実現した場合、明石市は飛び地として大阪都に参加したいと発言したことが紹介されております。まだ検討段階だがと前置きをしておられますが、そのようなことを検討しているとはまさに寝耳に水であります。いつどこでどのような検討が行われているのでしょうか。市長の明確な答弁を求めます。2点目は中核市についてであります。市長は大阪都への参加の理由について明石市を中核市にするためと説明されているようであります。中核市は政令指定都市に準じる権限を有する都市で、一般的に福祉、教育、環境、都市計画など約2000の事務事業が委譲されるということになります。中核市への移行については市長の公約でもあることから、昨年6月議会において市長の認識をお伺いしたところでありますが、改めてそのメリットと必要な職員数についての見解をお伺いいたします。3点目は兵庫県から抜けさせてもらうということについてであります。大阪都に飛び地で参加する場合、兵庫県からは抜けさせてもらうと発言されたと紹介されていますが、その場合市内にある県道や県立の施設についてはどのような取り扱いになるのかお考えをお伺いします。辻元議員のご質問のうち1項目目、地域主権に関するくだりにつきましてお答えしたいと思います。これも非常に大きな問題でありますので、お話をしたいと思いますが、もう簡単に申しますと、明石市民にとって明石で決めたことが望ましいことはできる限り明石で決めていきたいと考えております。さらに加えますと、できる限り顔の見える小学校単位で決められることもその地域で決めていただいた方が望ましいのではないかという思いを有しています。これは基本的な私の考え方でございます。また最近は全国市長会でも非常にこのあたりの議論が非常にスピード感を持って伝わってきておりまして、私といたしましてはできる限りそういった議論に遅れることなく発信もしていきたいと考えておる次第でございます。で、中核市につきましては、私自身が選挙の公約で、中核市という形の公約を掲げましたが、その後さらに大きな動きが今続いておりまして、最近では中核市の市長会と明石の属する特例市の市長会、一緒にさらに連携をしていこうという動きも強まっております。そういった中におきまして頻繁に会議も行われておりまして、私もその会議にも参加もさせていただいておる状況でありまして、中核市の市長会の方からは都道府県並みの権限を中核市にというような声も聞かれているところでございます。さまざまな議論があるところでございますので、こういった地域主権への動きのに遅れを取らないようにしっかりと情報を共有していきたいというのは基本的な認識でございます。なお4月15日号の新聞報道につきましては、今お伝えしたのは私の真意でありまして、いわゆる橋本市長、大阪市の橋本市長に関する、同期としてのコメントを求められた1時間以上のインタビューの中のやり取りが書面化されたという認識でありまして、私からいたしましても私の真意は今お伝えしたことでございまして、それ以上でもそれ以下でもありません。しっかりと明石市民にとって望ましいために明石のことを明石で決めていけるまちづくりをしていきたいというのが真意でございます。どうかよくお聞きいただきたくよろしくお願いいたします。